こんな大きなのが出てくるから、週末楽しいよね。おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、去年末とかね、非常にお気に入りで使っていたコードネームバスの、これはですね、フローティングモデルなんですけども、これで、釣れた動画、まだそうだ、アップしてなかったってのがあるので、まずはこちらをご覧ください。頼んでいい？さあ、よっしゃー、コードネーム来た。よっしゃー、はーい、コードネーム来ましたよ。ねえ、いやー、針を変えてね、結構かかりが良くなったかなーってね。イエーイ。横からね、スパーンってね、吸い込んでくれて、で、うまいことね、2箇所がかりっていうことで、ねえ、こんな感じで釣れちゃうんです。イエーイ。こんな大きなのが出てくるから、シーマス楽しいよね。タックルはこんな感じで、ハブのビーストロケットにバンタムの組み合わせでございます。イエーイ。今日はボラしか釣れないかと思ったから、やったぜ。この BKK ってね、大きめの針にしたことによって、あとね、ちょっと浮力の方もチューンしております。コードネームバス、ダーン、イエーイ、やったぜ。はい、というわけでね、これコードネームバスのフローティングモデルを、これね、結構なんだろう、フックの箱とかに入っている台紙なんですけども、それを薄くスライスしたものをね、この隙間から入れて、高浮力チューンというかですね、まあ、頭の方の浮力を少し上げてっていうね、そういうチューニングモデルなんですけども、でそれにこのね、針がですね、 BKK って針のですね、大きめの針ね、これを乗っけて、でスプリットリングもこういう感じで、ちょっとね、楕円形のスプリットリングを、2連結してボディからちょっとストロークを出してっていうね、こういう状態で使っているんですけども、これがね、結構ね、この白を変色してる時期のね、シーバスにね、非常に効果的にアピールしてくれるっていうことで、でなんだろうな、やっぱりブラックバスとかでもそうなのかもしれないんですけども、この大きさ、重さからくるですね、ハイアピールなところで、魚がなんだろうなんだろうってね、すごい見に来てくれるんですよね。で、あ、ここを魚が今いっぱいいるんだな、なんていう風なチェックにもまず使えるし、で状況が良ければね、そのまま、バイトに至って、うおー、こんな大きいルアーで釣れたぜっていうね、そういった感動もあるっていうことでね、非常に使いやすいなね。でこれが2020年に出たフローティングモデルなんですけども、沈むモデルもね、2個持ってるんで、それとね、いろいろ使い分けたり、はたまたちょっと沈む方のモデルに、こういうフローティングというか、台紙なんかを入れて、高浮力化して使ってみたりするんですけども、去年使った印象だと、もう、がぜんこの新しく出たね、フローティングモデルが、自分は使いやすいなっていう。で何がいいかっていうと、こうね、フローティングモデルで水面で非常にハイアピールなですね、こう波紋が出せるっていうか、バシャッバシャッっていう感じのね、
この横のフラットな側面で水をめちゃくちゃグイーって押しながらすごいね、水押しアクションで、水面のところで何かが起こっているぞっていうね、こういった感じの演出が出しやすいっていうね、これがねあのフローティングモデルの一番ね、いいところかなっていうところと、まあトップウォーター的にバイトさせることができるので、水中にこのサイズのね大きなものが入ってるとね、まあ、正直騙しきれないことがあるっていうか、まあ追っかけてはくるんだけども見て終わりみたいなね、ことがねいくつかあったんですけども、そんな時でもこう水面にあって、まあ、最後までなんだかがよくわからないっていうね、こういった要素があってバイトにまで至ってくれたんじゃないかなね、そんなシーンをね、何度かね見かけたので、シーバスの時はねこのフローティングモデルっていうのをね使う機会が多くなってくるかななんて感じた2020年でした。で、今年ですね、2021年、またもうね始まっていますので、まあ、ただね、この白パターンっていうのはだいたい秋口ぐらいから始まるので、それに向けてねさらにねちょっと微調整とかしたり動きを見たりとかね、またはたまたねハイシーズンにはブラックバスで使ってみたりとか、そんな感じでね、使い込んでいこうと思います。でこのコードネームバスに関してはですね、デプスのウェブメンバー限定で、ネットでねそのメンバーになっていると購入することが確実にできるよっていうアイテムなので、2月ぐらいから、2021年のメンバー募集みたいなのとか確か始まるはずなので、気になってる人はね、デプスのウェブメンバーなんていうね、プログラムもチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、2020年に釣れた、釣果になるんですけども、デプスのコードネームバス、こちらでね、シーバスが、釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。